11月1日2日の2日間、天竜区にある天竜浜名湖鉄道の天竜二俣駅を会場に天浜線フェスタが開催されました。毎年人気を集めているのは天車台乗車体験。天竜二俣駅構内にあるこの天車台は国の有形登録文化財にも指定されています。回転する車体の様子に来場者は興味津々でした。駅構内にある鉄道歴史館では天浜線を撮り続けている写真家村木勝義さんの写真展が催されました。村木さんは天浜線の写真集も出版している鉄道写真家です。また会場内には記念写真で作るオリジナル缶バッジのコーナーも設けられ、来場者は運転士になりきって撮影に臨みました。また天浜線フェスタと同時開催されて会場を盛り上げたのは名家名品グランプリ。天浜線沿線にあるお店が多数出店し、日本の原風景、天浜線の旅のお供にふさわしい一品を競う美味しい催しとなりました。恒例の天浜線グッズの販売会では、オリジナルグッズや珍しいグッズを手に入れようと多くの方が集まりました。雨天にもかかわらず多くの来場者でにぎわった天浜線フェスタ。天竜浜名湖鉄道はこれからも人々に愛されながら走り続けることでしょう。